シップ製の黒木誠です。本日はよろしくお願いします。はい、今日からの2日間、私が中学時代から、吹奏楽部で担当していた打楽器について紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。本日は主に太鼓系と呼ばれる楽器を紹介していきたいと思います。まず1つ目にスネアドラムです。はい、この曲、この楽器は、様々な種類のものがあって、その種類に応じて全然出せる音が違います。そのため演奏する曲に応じて、種類を変えて、太鼓の種類を変えて演奏しています。2つ目にバスドラムです。この楽器は主に大太鼓という名称で知られていると思います。はい、この楽器は、とても中低音の響く音を出せる楽器で、曲のビートを主に刻む楽器です。次に3つ目です。3つ目はそのティンパニと呼ばれる楽器です。この楽器は打楽器の王様と呼ばれている楽器で、通常4つから5つ並べて演奏しています。この楽器はペダルを動かすことで音程を変えることができます。4つ目はドラムセットです。この楽器は、吹奏楽以外に、バンドなどでもよく見かける打楽器です。この楽器は、数多くの、太鼓とシンバルを、両手両足でを使って演奏しています。とても激しい曲の時も使えますし、とても静かな曲の場合にも使う楽器です。5つ目にトムトムという楽器です。この楽器は、複数個のトムと呼ばれる太鼓を並べて演奏しています。通常は4つから5つなんですけれども、9個や10個を並べるととても存在感が大きい楽器になります。でラストになるんですが、ラストはボンゴとコンガについて紹介していきます。この楽器はとてもよく似ているんですが、大きい方がコンガ、小さい方がボンゴです。はい、詳しくは、画像を見てください。はい、でこの楽器はエルクンバンジロと呼ばれる、高校野球の応援の定番ソングなんですが、この曲などの、ラテン音楽を演奏するときに使用する楽器です。はい、ここまでお話を聞いていただきありがとうございました。もっと打楽器について知りたいという方は、打楽器アンサンブルという言葉で検索してみてください。打楽器だけで演奏されているその動画をたくさん見ることができると思います。本日はありがとうございました。